バイオハザード3ラストエスケープは1999年にカプコンよりプレイステーション用として発売されたアクションアドベンチャーゲームバイオハザードシリーズの第3作である欧米ではレジデント・エビルさんネメシスとして発売された旧年齢区分18歳以上対象から新区分 D となった主人公ジル・バレンタインの視点から 1998年発売の前作バイオハザード2とほぼ同一時間帯に起きた出来事が描かれている。また、後にプレイステーション2用として発売されたバイオハザードアウトブレイクシリーズともつながりが深い。プレイステーション用として発売されたバイオハザードシリーズとしては最後の作品でもある。2020年4月3日には本作のリメイク版、 バイオハザード RE3 が発売された。プレイヤーはジル・バレンタインとカルロス・ソオリベイラを操作し、クリーチャーたちと謎の追跡者ネメシスから逃れつつ、困難を乗り越えながら、ラクーンシティからの脱出を目的とする。また、本作においては、弾薬生成システムや、緊急回避、後ろを振り向く、クイックターン、そして制限時間内に、自身の危機への対処法を求める。 ライブセレクションといった新要素が導入された。さらに、主人公が階段で移動する際の演出も変更されたことに加え、AI の改善により、敵キャラクターが自由に階段を昇降しながら襲撃してくる。ゲームを一回クリアすると、メニューからおまけゲーム、ザマーセナリーズオペレーションマットジャッカルがプレイ可能になる。これは本編中に出てきた。 傭兵三人から一人を選び、制限時間内に、クリーチャーの排除や生存者の救出などの任務を、こなしつつ目的地へ到着することを目的としており、その過程の成績によって与えられる報酬を支払って、購入できる玉数無限の武器は、本編で使用可能になる。その他のおまけ要素としては、本編クリア時のランクに応じて、コスチュームが入手でき、デフォルトを含めて、 最大6種類の中から好きなコスチュームでプレイできる。そしてクリアするたびに追加されていくエピローグファイルズがある。ここでは今までのシリーズに登場したジル、クリス、バリー、レオン、クレア、シェリー、エイダ、ハンクの8人の後日談が語られる。すべてを出現させるとスタッフからのメッセージが表示される。1998年7月25日。 アメリカ中西部の町ラクーンシティで発生したバイオハザード洋館事件はラクーン死刑に所属する特殊部隊 STARS の介入によって解決された。その後、生き残った隊員たちは事件の元凶たる製薬会社アンブレラの悪行を暴こうと活動を続けていた。しかしながら STARS の語る生物兵器の話が非現実的すぎるがゆえに、 信用されず、警察組織どころか、ラクーンシティ自体がアンブレラと癒着していたため、真相が世間に公表されることはなかった。見切りをつけたメンバーたちは独自の捜査を行うため、長期休暇と偽って、アンブレラの本社が存在するヨーロッパへ旅立った。その際、ジル・バレンタインだけは、ラクーン市内に隠された研究所を調査しようと町に残留していたが、 事件発生から2ヶ月後の9月28日、アンブレラの内乱によって地下研究施設から流出した生物兵器 T ウイルスが街全域に蔓延し、それによって発生した大規模なバイオハザードに巻き込まれてしまう。交通網が立たれた上に落雲死刑も壊滅し、市民が次々とゾンビ化していく中、ジルは地獄と化した街からの脱出を試みる。しかし、 アンブレラは事件の証人である STARS を抹殺するため、新型の生物兵器、追跡者を町に送り込んでいた。ジルは追跡者から逃れるため、同じく町からの脱出を試みるカルロス・オリベーラら、アンブレラの傭兵部隊 UBCS と心ならずも、協力しつつ、町を奔走する。UBCS も次々と犠牲者を出し、カルロスだけとなりながらもどうにか、 脱出地点の時計塔へたどり着き、向かいのヘリコプターを呼び出すが、そこへ追跡者が現れて、ヘリを撃墜する。ジルは応戦するも傷を負わされ、T ウイルスに感染させられてしまう。カルロスは病院へ赴き、ワクチンを入手して、彼女の命を救う。再び、ジルとカルロスは、脱出業を続けるが、そこへ死亡したと思われていた UBCS 隊員。 ニコライジノビエフが現れ、自身が街のバイオハザードの最中に発生した怪物たちを調査するという密命を受けた監視委員であり、UBCS が怪物たちとの戦闘データを取るために送り込まれた池にであったことを告げる。さらには感染拡大を恐れたアメリカ合衆国議会がミサイル攻撃によって街を消滅させる計画を進めているという最悪の事態が発覚。 脱出手段を模索しながら、生物兵器処理施設にたどり着いたジルとカルロスのもとに、またもや現れたニコライはジルを報酬目当てに始末しようと銃撃するが、口論の最中天井の通気口から突如現れたネメシスの触手に貫かれ死亡する。施設内で処理が始まろうとする中、ジルはネメシスと戦闘し倒す。ジルが、 処理場を脱出すると処理が始まり様々な死体と共にネメシスも特殊な処理液の中に葬られる。ようやく脱出ハッチのある場所にたどり着いたジルの元にカルロスからヘリを発見した。と、無線帰りへカルロスの元へ向かうジルだが、そこに度重なる光線と処理液による分解で、もはや原型を止めない姿と化した追跡者が現れ、ジルの前に立ちはだかる。 ジルは死闘の末、巨大レールキャノンを発射して追跡者を完全に撃破し、カルロスと共にヘリーに乗って街からの脱出に成功する。間もなく、ヘリーと入れ替わるようにカナタからミサイルが飛来し、ラクーンシティを巨大な炎で包み込む。その精算な光景を見つめながら、ジルはアンブレラへの反撃の決意を固める。本作では、複数の移植版が発売されており、 このうち Windows 版と DC 版には海外版難易度のアレンジモードが追加されている。また Windows 版と DC 版は最初から隠しコスチュームが使えるようになっており、それぞれに独自の隠しコスチュームが収録されている。今作も前作同様ラクーンシティが舞台となる。しかし、警察署など一部の施設のみを探索した前作とは異なり、 今作では広大な市街地を行き来して様々な施設、お店を探索することになる。そのため、マップは前作より格段に広く、キーアイテムも広範囲に散らばって配置されている。物語前半の探索エリア、物語後半の探索エリア。前作発売後、カプコン社内では、バイオハザードを題材とした複数のプロジェクトが進められており、このうち、 神谷秀樹が率いるチームの企画が第3作になる予定だった。本作のシナリオを担当した河村康久によると当初は豪華客船を舞台にハンクによる G ウイルスの奪還が物語の軸となる予定だったとされている。ところがソニーがプレイステーション2を発表したためカプコンはこのアイデアで PS 用ソフトとして開発するのには時間が足りないと判断し、 プロジェクトは中止となった。カップコンとしては、新作を出すまでに何年も間を空けるわけにはいかないため、青山和弘率いるチームによるスピンオフの企画を第3作目とし、神谷のチームにはバイオハザード4の企画に参加してもらった。この企画は当初、ウイルスの蔓延するラクーンシティから脱出を描く予定であり、新キャラクターが主人公となる予定だった。本作は、 初期2作の間の出来事を描いていることから、バイオハザード1.9と呼ばれ、お蔵入りとなった、バイオハザード1.5の素材も流用されていた。ところが、カップコンの判断により、主人公はジル・バレンタインに変更された。ジルが選ばれた理由は、クリスとクレアは別のチームが開発していた、ドリームキャスト版、バイオハザードコード、ベロニカに登場していたため、 他にふさわしい者がいなかったためとされている。企画の代表者である青山をはじめ、チームには経験の少ないスタッフが参加しており、脚本を務めた河村もバイオハザードに触れた経験がほとんどなかったため、一応プレイして世界観を理解してから執筆に臨んだ。また、初期に作との辻褄を合わせるため、シナリオを手掛けたフラグシップが、 シナリオの構成や監修を務め、毎月開かれるすべてのディレクターとプロデューサーを集めた会議の中で問題点の洗い出しが行われた。青山は公式ホームページの開発者インタビューの中で、会社側の開発方針が2点3点して苦労したと振り返っている。なお、青山たちの企画と並行して進められていたドリームキャスト版バイオハザードコード、 ベロニカは2の後に起きた出来事を題材としているものの、バイオハザードシリーズはプレイステーションと共に育ってきたという理由でナンバリングタイトルにはならなかった。当初、本作の開発チームは20人程度だったが、発売日間近の時点では4から50人に増えた。本作のゲームエンジンには初期2作と同様のものが使われた。初期2作が2人の主人公のシナリオを、 収録していたのに対し、本作では一人分しか収録できなかったことから、プレイフィールを向上させるため、制限時間内に主人公の危機器への対処を選択させるライブセレクションが導入された。また、本作は繰り返して遊べるゲームを目指しており、本編と関連するミニゲーム、マーセナリーズが収録された。本作の開発期間は1年と短い上、 当時の開発チームには繊細で微礼なグラフィックを作るために必要な 3DCG の技術を持ち合わせていなかったため背景は 2D プリレンダリングで描かれた一方敵キャラクターなどは 3D ポリゴンで描かれたプロジェクトのスーパーバイザーを務めた岡本吉希は敵キャラクター用のポリゴンの数が限られていたことを認め カクカクしたゾンビが出来上がるのを避けたかったとメディアとの取材の中で述べている。また、2020年のリメイク版、バイオハザード RE3 の発売前インタビューでも、スタッフは、もっとたくさんのゾンビを登場させたいとの要望から、2まで180くらいだった個々のポリゴン数を、3では120くらいまで減らしていた胸を述べている。ジルは、セクシーさを表現するという方針のもと、 当時のポリゴン数の制約からチューブトップにミニスカートという突き抜けたデザインとなり同様の理由からカルロスも軟弱な赤像というイメージを表現するため銅画とも取れるデザインとなった主人公たちを追い詰めるネメシスは映画ターミネーター2に登場する T-1000 がモデルとなっており本作の海外版レジデントエビルさんネメシスでは タイトルキャラクターとなった。ミカミは PS マグジーンとのインタビューの中で私は疑心暗鬼の状態が続くような新しいタイプの恐怖を取り入れたいと考えていました。ネメシスはまさにそういう感じです。最初に姿を現した直後姿を消すことによりプレイヤーは次が来るんじゃないかとドキドキし追い詰められた気分になるでしょう。と述べている。 様々な環境を作るため、ラクーンシティの市街地が選ばれ、カップコンもアクションゲームよりのプレイスタイルにするためにこの方針を選んだと述べ、緊急回避の導入など、初期2作にはない要素が組み込まれた。さらに、爆発物入りの樽などを撃って敵にダメージを与えるなど、プレイヤーが周囲の環境を利用できるようになったことに加え、ゾンビの種類も増え、 警察官や一般市民などのゾンビが追加された。以上のことに加え、同時に球体までの敵を出現させることができるようになった。また、AI の向上により、敵が自由に階段を昇降しながら、プレイヤーを追いかけられるようになった。初期2作では、怖くて面白いが難しいという意見が、プレイヤーから寄せられていたた,ため、一度は画面に対して、 前後左右の方向に入力する方式を導入することも検討されたが、ナンバリングシリーズの中で操作方法を変更すると、プレイヤーが混乱する恐れがあったことから、操作方法の大幅な変更は見送られた。本作は1999年3月の東京ゲームショーにて情報が公開された。同年のエレクトロニックエンターテイメントエキスポでは、私有版が出展されたが、 この終盤版には緊急回避は実装されていなかった。発売に先駆け、カプコンは2の任天堂64版と合わせて本作とディノクライシスの反則キャンペーンを展開した。このキャンペーンはテレビや印刷媒体、さらには店頭での PR などを中心に展開され、2億 US ドルが費やされた。また、本作よりも前に、 アメリカ合衆国で発売されたディノクライシスには本作のデモ版が収録されている。1999年9月22日、2枚組のサウンドトラックが発売された。本作は1999年9月22日にプレイステーション用ソフトとして日本で発売され、同年11月にはアメリカでも発売された。 このうちアメリカ版にはディノクライシスのデモ版が収録されている。また、2000年2月21日にはヨーロッパに向けて発売された。さらに、同年には SD ペリーによるノベライズ版が発売され、日本ではバイオハザードの追跡者ネメシスという題名で2005年に発売された。本作は10月上旬の時点で全世界で100万枚以上を売り上げ、 同年11月前半には、アメリカ合衆国の PS 用売上ランキングで2週連続首位を記録したと NPD が伝えている。また、イギリスにおいてもベストセラーとなり、20万枚を超える売上を叩き出したことから、エンターテイメントレジャーソフトウェアパブリッシャーズ・アソシエーションからゴールド認定を受けた。カプコンによると、2008年5月時点において、 本作のプレイステーション版の売り上げは350万枚とされている。移植版のうち、北米における、ゲームキューブ版は2003年11月の時点で4万1395枚を売り上げた。プレイステーション用ソフトとして発売された本作は、批評たちから絶賛された。アポン・イッツ・リリース・オン・ザ・プレイステーション・コンソール・レジデント・エビル・サン・リシベド・ベリー・ポジティブ・リベス。 フロムクリティクス、ゲームスポットの編集者、ジェームズ・ミールクは、グラフィックとプレイの面において洗練されていると評価している。オフィシャル UK プレイステーションマガジンは本作を、伝統と最先端の融合と呼び、リアリティのある世界観や、そこに気づく敵キャラクターたち、そしてスプロール的都市である、ラクーンシティの景観が、難しいパズルを引き立てていると締めくくっている。 コンピュータービデオゲームズは本作について初期2作の良いところを取り入れつつもワクワクするような新しい要素を取り入れることに成功したと評価している。エッジも初期2作と似たようなところはあるもののワクワクするような内容である。マーセナリーズも収録する価値があると同様の評価を寄せている。イグンの編集者はダグペリーは壊れた車、ゴミやが 徹底的に破壊された街並み、そして割れたガラスといったものが、郊外に散らばっている様子が、最悪の状況を描き出していると、プリレンダリングされた背景が繊細で陰つな、ビジュアルを醸し出していると評価している。ザ・ゲーム、エスプレ、レンダードバックグラウンズークレディテッド、ホーゼアリッチディテールズアンド・ディズマルアートスタイル、アコーディングツ・ー・イグニエディター・ダグペリー、ゲームスポットは、主人公、 ジルのデザインが第一作の角張った感じから飛躍的に改善されたと評価している。本作の音楽や効果音の使い方についても肯定的な評価を得ており、ゲインプロは見えないように隠れていても音で分かってしまうところがアクションゲームとしての熱気を保っていると評価している。また、追跡者ことネメシスも同じく高い評価を得ており、 オフィシャル UK プレイステーションマガジンは初めて、遭遇した時は衝撃を受けたと評価し、CVG もその進出規模つぶりからプレイヤーが正気を保てないほどテンションが上がってしまうだろうと述べている。ゲームスポットは、ライブセレクションは何度でも遊びたくなるような要素の一つであるとしつつも、主人公が二人いたにと比べると物語が短すぎると指摘している。イグンは、 ライブセレクションについてゲームのスピードを上げたり次の展開が分岐する決定を強いられるところが良いと評価している。また、イグンはクイックターンと緊急回避についても評価し本作における必須要素だとしている。一方オフィシャル US プレイステーションマガジンは緊急回避はタイミングに左右されることからあまり役に立っていないと述べており使ったところで プレイヤーが損をするだけだとしている。この他にも、オフィシャル US プレイステーションマガジンと、ゲームレボリューションは、声優の演技の質に問題があると指摘し、ネクストジェネレーションは、初期2作と同じような敵が出てくるため、初期2作をプレイ済みのプレイヤーにとっては少し退屈かもしれないと、述べている。移植版に対する評価は機種によって評価が分かれた。Win 版については、 キーボードとマウスによる入力方法に対応しきれていないため、プレイヤーが好きな時にセーブしにくいという指摘が寄せられた。また、ドリームキャスト版については、プリレンダリングされた背景があまりきれいに表示されないため、プレイステーション版よりも見劣りするという指摘が寄せられた。CVG は、ドリームキャスト版について肯定的に評価する一方、コード、 ベロニカとの落差が激しいとも述べている。ゲームキューブ版については評価が分かれており高い販売価格のありにグラフィックが時代遅れであるという指摘が寄せられた。エルゲームはゲームキューブ版についてあまり手頃な価格ではなく消費者が2002年に発売されたリメイク版バイオハザードと誤解する恐れがあると指摘している。ゲインプロはゲームキューブ版のグラフィックについて リメイク版バイオハザードやバイオハザード例ほどではないとしている本作はゲームスポットが主催する1999アドベンチャーゲームオブザイヤーにおいて辞典となった。ありがとうございます。